こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、ちょっといつもと違った雰囲気かなと思うんですけども、僕のスニーカーですね、私物のものを今回はずらっと並べてみました。こちらをですね、皆さんにご紹介しながら、大人の男性にはどのようなスニーカーが似合うのかというところの一つの参考にしていただければなというふうに思ってます。僕はですね、今30代後半なんですけども、僕が中学生ぐらいの頃、ちょうどですね、ファッションに興味を持ち始めた時なんですが、その時はですね、まさに空前のスニーカーブームだったわけですね。当時はですね、ナイキのエアマックス95だとか、あとはエアジョーダンシリーズだとか、あとは漫画で言ったらスラムダンクが流行っていた頃でですね、結構ですね、僕ら世代というのはスニーカーに没頭したわけなんですね。僕もお年玉をですね、全部投入してスニーカーを買ったりしていたわけなんですが、そういった僕ら世代というのは、やっぱりスニーカーに対する愛というものがどこかに残っていまして、最近もまたスニーカーブームというものが再来している中で、コツコツといろんなものを買い揃えているわけですね。ですが僕はですね、結構スニーカーマニアという形ではなくて、いかにですね、着こなしの中に馴染むようなスニーカーを選ぶのかというところに注目をしているわけなんですが、そういった視点で僕ら世代にもですね、使いやすいものを結構並べていますので、結構安いものから高いものまで様々ありますので、スタイリストはこんな靴を履いてるんだなという一つの参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは主に大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少しマニアックなですね、僕の私物だとか、あとはアイテムの紹介ですとか、そういったものは僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしています。今日ご紹介するスニーカーというのも、実はですね、結構前にメンバーシップの動画の中で解説をしてるんですね。僕がリアルタイムで買ったものはどんどんそちらで解説をしてますので、気になる方はこちらの動画の下にですね、詳細欄があるんですが、そちらにリンクを貼っておきますので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。ということで、早速ですね、1足目から解説をしたいなと思うんですが、僕の持っているスニーカーというのは大きく2つに分けることができるんですが、一つはプライベートで履くようなものと、もう一つはですね、仕事で履くようなものなんですね。今はですね、結構オンオフ問わずにスニーカーを履いてしまっていまして、ですが一応ここは線引きをしていて、仕事で履くものに関しては少し奮発をしてスニーカーを買うようにしていまして、普段履きのスニーカーに関しては子供と公園で遊ぶことも多いので、そこまで高すぎるものは持たないようにしてるんですね。ですので、オンとオフと両方あるということで、まずはですね、オフ用の靴からご紹介したいなと思ってるんですが、これから行こうかな。はい。まず一足目はですね、これは最近買ったものなんですね。これはナイキのブレイザーローという形のスニーカーになっています。これはですね、だいたい1年ちょっと前からかな、割とですね、お店で見かけるようになってまして、ずっと気になっていたスニーカーなんですね。一番最初に僕が見た時は、このブレイザーハイという形で、ハイカットのものをよくですね、見かけたんですが、それがかっこいいなと思ったんですね。見ていただくとわかると思うんですが、ちょっとですね、ナイキの近代的なデザインではなくて、レトロ感が漂うようなスニーカーになっています。ベースはですね、白のこういったシンプルなレザー系のスニーカーになってるんですけども、このですね、ダサかっこいいというか、レトロ感が気に入っていまして、僕は最近これをガンガンに履いているんですね。普段履きとしては最近登場回数がすごく多くなっているスニーカーかなと思っています。どこがいいのかというと、白系のレザースニーカーということで、合わせがしやすいというところと、あとは先ほどもお伝えしましたが、レトロ感漂うような雰囲気も好きで、こういったロゴのナイキのマークとかもですね、ちょっとフォントが今っぽいというよりは昔のナイキっぽい雰囲気なんですね。あとはこのタンの部分にもですね、こういったロゴが入ってるんですが、ちょっとナイキのマークがオレンジになっていたりだとか、あとはこういった、切りっぱなしでスポンジが見えてしまっている状態だとか、そういった部分を含めて、なかなかですね、雰囲気がいいかなと思うので、すごく気に入っているスニーカーになります。価格もですね、結構手軽で1万円を切るんですね。その点もすごく使い勝手のいいポイントかなと思っています。今日ご紹介するものはですね、リンクを貼っておきますので、よかったらそちらも参考にしていただければなと思っています。はい、続いて2足目なんですが、何にしようかな。よく履いているものとして、こちらですかね。はい。これはですね、正直なかなか参考になりづらいスニーカーで、というのも現行では売ってないんですね。ランバンというブランドのスニーカーになっていまして、実はですね、これも4年くらい履いていまして、ずっと仕事用の靴として活躍をしていたんですが、さすがにですね、もう長く履きましたので、普段用に落として履いています。
まあ、このように僕はですね、仕事で着ていたものだとか、よく使っていた靴に関しても、だいたい3、4年を超えたら、さすがにですね、どんなに気に入っていても、普段用に落とし込むようにしていて、まあ、仕事用のものはですね、どんどん新しいものを入れるようにしてるんですが、まあ、その流れの中で、今年からですね、1軍から、まあ、2軍といったら申し訳ないんですが、フラン履き用としてこちらが活躍してるんですね。このランバのスニーカーもね、めちゃくちゃ気に入っていますね。まあ、レザーになっているんですけども、片押しになっていて、少しですね、男らしい雰囲気になってるんですね。で、色はネイビーなんですが、ダークネイビーで、すごくこちらも合わせがしやすいです。で、ソールはホワイトなんですが、まあ、長く履いてるうちに少しですね、オフホワイトからアイボリーぐらいの色味になってきまして、ちょっと味が出てきたかなと思っています。で、つま先がですね、こういったラバーになってるんですね。レザーとラバーの2つの素材を使っているというところがすごく面白いなと思ってこちらを購入しました。で、形に関してはあまり尖ったスニーカーではなくて丸みのあるシルエットで、今見てもですね、全然古臭い感じはしないので、すごく気に入って履いています。まあ高い靴なので大切に履きたいところではあるんですが、もう4年ぐらい履いているので、そろそろですね、ガンガンですね、子供と遊ぶ時にも使ってあげたいかなというシューズになっています。こういったデザイナーズブランドのスニーカーって結構かっこいいものが多いので、僕はですね、服ではランバンを着ることはないんですが、例えばスニーカーでこういったハイブランドを使ってみたりだとか、あとは革小物ですね。お財布だとか、あとはバッグに関しては、こういったハイブランドを使うことがあったりして、なかなかですね、気分が上がるかなというふうに思ってます。まあ、なかなか安くはないので、気軽には買いにくいかなと思うんですが、海外の通販サイトですね、バイマだとか、そういったところで見れば、やや安く手に入るかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思ってます。はい、続いてですね、3足目がこちらですね。これ定番です。僕にとってはもうマスターピース的な靴になってるんですけども、エアマックス97ですね。これはまさしくですね、僕が過去スニーカーに憧れていた時代ですね。その時代からあるようなスニーカーになっていまして、当時はシルバーがベーシックな色合いだったんですが、まあ、最近はですね、様々なカラーリングが出ているんですね。その中でこういったブラックベースで、なおかつソールがホワイトというモデルがすごく使い勝手がいいんですね。まあ、様々なセレクトショップでも取り扱いがあるので、見たことがある方もいらっしゃるかなと思います。これはですね、一番最初にご紹介したブレザーに比べると、ちょっとですね、近代的なデザインですね。発売時期としてはどちらも1990年代ではあるんですけども、かなりレトロな雰囲気と、ちょっと近未来的なデザインということで、全然スタイルが変わってくるかなと思っています。まあ、どちらにしてもホワイトとブラックで着こなしの中には馴染みやすいんですね。どういう時にこういった僕がエアマックス97を履くかというと、例えば今履いているようなスラックスですね。こういったものを履くときに、ちょっとですね、スラックスってビジネスライクなイメージがあるので、その中に今っぽさだとか、ちょっと近未来的な感じを出したいときには、足元をですね、あえてこういったエアマックス97にしたりしています。はい。まあこれもですね、使い勝手が良くてめちゃくちゃ履いたんですが、さすがにですね、1年間ぐらいガンガン履き倒したら、ちょっと飽きてきたんですね。ですので最近は、まあ活躍機会としては少し減ってるんですが、まあこちらのブレーザーローと一緒にですね、まあツートップを組むような形で、そして時々ですね、このような、ランバンのスニーカーも履くようにしてるんですね。まあこれを履くときには、やっぱりちょっとこう小綺麗な感じで履きたいなと思ってまして、セットアップのスタイルなんかにこのランバンのスニーカーを合わせたりしています。はい。まあ、こんな形で、エアマックス97もですね、すごく活躍してるんですが、まあ、最近買って、すごく気に入ってるのは、こちらもまたですね、まあ、僕らスニーカー世代としては、ど真ん中の、エアマックス95のですね、ホワイトになりますね。まあ、このですね、エアマックス95も、まさか自分自身が買うことになるとは、当時中学生だった僕はですね、思いもよらなかったかなと思うんですね。ましてや30代後半でエアマックス95と出会うとは思わなかったんですが、まあ、このモデルもですね、結構ファンが多くて、未だに人気が高いんですけども、でもですね、僕の中では、ちょっとですね、デザインもいかついですし、カラーリングも派手なので、そんなに縁がなかったんですけども、まあ、あえてですね、こういったオールホワイトにすることで、クリーンな印象になるので、僕は一足あってもいいかなと思って、最近購入をしました。正直ですね、外では一度も履いてないんですね。まあ、事務所の中で YouTube の撮影をするときに、スタイリングで使うようにしていて、どうしてもですね、このオールホワイトの綺麗な感じを汚すのが怖くて、未だに履いていないんですが、とは言っても履かないともったいないので、まあ、今後は下ろしていきたいなと思ってるんですが、まあ、こういったシンプルな白レザースニーカーに比べると、やっぱりですね、ボリューム感があるので、今っぽいスタイリングにはこういったものも使いやすいかなというふうに思っています。
まあ、ボリューム感もあるのでトレンド感も漂ってすごくいいなと思ってます。で、僕は身長が164センチということで小柄なんですね。そういった僕みたいな身長が低い男性にはこのエアの部分の厚みってめちゃくちゃありがたいんですよね。これが履くだけで足が数センチ長くなるので、このエアにはですね大感謝ですね。ぜひ皆さんもこういったエアマックス95なんかを履くときにはオールホワイトという選択肢も頭の片隅に置いていただければなと思っています。そして最近これまた買ったもので動画の中でもちょこちょこ出てるんですが、ニューバランスですね。まあ、ちょっとですね、僕の中でも流行がまたやってきまして、最近よく履いているんですね。これはユナイテッドアローズ別注の1700のものなんですけども、色はダークグレーで、色合いがめちゃくちゃかっこいいんですよね。これはすごく気に入っていまして、とは言ってもですね、やっぱり事務所だけで履いていまして、まあ、これから外履きに下ろしていきたいなと思うんですが、現状ですね、僕は今このブレイザーロー、ナイキのものと、あとエアマックス97があって、ランバンがあれば回っちゃってるんですよね。この3足あれば、そんなにね、不足は感じていなくて、ちょっとですね、このニューバランスを下ろすのがもったいないなと思ってるので、まあ、もしこれを外履きにするのであれば、エアマックス97を履き倒した時に、その代わりとして、こちらを投入したいなと思ってるんですが、まあ、ニューバランスというのも波があって、すごくですね、街で履いてる方が多い時期と、ちょっと今旬じゃないなという時期が、こう繰り返しであるような気がしていまして、ここ1年ぐらい、なんかニューバランスがすごくですね、露出が増えてきてるかなと思っています。まあ、定番で言ったら M996 だとか1400、最近は全然見なくなってしまいましたが、このあたりが定番だったんですが、まあそういったものもいいんですけども、ちょっとですね、変則的なこういったいろんなセレクトショップのコラボレーションモデルなんかもすごくかっこいいかなと思うので、僕はこれ買ってめちゃくちゃ良かったなと思ってます。結構ですね、今スニーカーだとかも別注バージョン売れ残ったりすることも多いんですが、これは人気が高くて結構早い時期に売り切れてしまったので買っておいてよかったなというふうに思っています。まあ、僕ら世代ってやっぱりコラボレーションだとか別注だとかっていう言葉に弱いんですね。まあ、そこにですね気を取られて買ってしまったわけなんですが、これは満足度が高いので、まあすごく気に入っているスニーカーですね。これだけではなくて、もう一足ですね、ニューバランスのスニーカーは買い足したいなと思っているので、また買った時には皆さんにご紹介ができればなと思っています。まあ、その流れの中で、こちらもですね、ちょこちょこと動画の中出てくるんですが、スーパースターですね。これまた気に入っていますね。色合いに関しては、遠目で見るとホワイトに見えますが、ライトグレーなんですね。ほとんど白に近いようなライトグレー。これがですね、シャープでかっこいいなと思って、これもめちゃくちゃ気に入っています。まあ、靴紐までちゃんとですね、こういったライトグレーになっているのが素晴らしいなと思っている点なんですけども、これはですね、エディフィス別注なんですね。こっちは UA の別注で、こっちはエディフィスの別注ということで、僕は別注が大好きなんですね。まあ、通常のスーパースターよりも、機能感があって、すごく上品な仕上がりになってるんですね。これはね、今から3年ぐらい前にエディフィスで同じようなモデルがあって、その時僕買えなかったんですね。ちょっと決断を後回しにしていたら、売り切れてしまったので、まあ、今回はですね、見つけたタイミングで購入をしました。白レザースニーカーもすごくいいんですけども、ちょっとですね、色味を変えてライトグレーにすることで大人っぽくて上品な感じがするので、これは気に入っていますね。まあ別注モデルというのは一期一会で、やっぱりその機会を逃してしまうとなかなか手に入りづらかったりするので、皆さんも見つけて、これはと思った瞬間にはですね、ぜひ買っていただければなというふうに思ってます。まあこんな具合で私服のスニーカーは用意をしているわけなんですが、じゃあオンではどんなものを履いているのかというと、今はですね、基本的には2足で回しているんですね。まあ2足あれば十分なんですよね。というのも僕が仕事で外に出るのは最近は少なくて、週2、3回ぐらいかな。それぐらいなんですよね。ですので、あんまり量が必要ないので、僕は、まあ、現状2足で過ごしているわけなんですが、まず1足目。これですね。これはですね、先ほどご紹介したランバのスニーカーのように、デザイナーズブランドのものなんですね。まあ、ジャーマントレーナーと呼ばれる形のものなんですが、まあ、以前ですね、グリーンレベルのオリジナルのジャーマントレーナーもご紹介していましたが、僕が愛用しているのはこちらですね。同じくジャーマン系の形なんですが、マルタ・マルジェラのスニーカーですね。これはですね、気に入って、去年購入して、今でもガンガンに履いています。まあ、なんてことはないですね、ジャーマントレーナーで、マルジェラっぽさって正直ないんですよね。このですね、タンの部分に、このマルジェラのタグがついてるぐらいで、ここもですね、ボトムスの内側に入ってしまうので、見えないんですよね。
ですので、マルジェラかどうかなんてわかんないですよ。もう自分だけしかわからないんですが、その自己満足も含めて仕事で履くとテンションが上がるのがこのスニーカーになっています。まあ、白レザースニーカーもすごく便利で好きなんですけども、僕はもう土定番的なものはあんまり履かなくて、特に白のスタンスミスというのは僕はあんまり履かなくて、ちょっとひねりがあるものが好きなので、スーパースターにしてもライトグレーにしてみたりだとか、あとは白レザースニーカーのこういったブレーザーローにしても、ナイキのロゴが入っていてレトロなものにしてるんですが、その流れの中でこういったジャーマントレーナーもちょっと癖があって、スムースレザーとスウェードを使っているような、二つのコンビネーションがすごくかっこいいかなというふうに思っています。まあこれはですね、本当に自己満足の世界で、もう皆さんですね、以前にご紹介したグリーンレベルのもので十分かなと思うんですが、ちょっとね、仕事でテンション上げたい時には、デザイナーズブランドを選んでみるというのもすごくいいかなと思うので、頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。はい。そしてもう一足ですね、これはまあラストになるんですけども、こちらはナイキのスニーカーになるんですけども、昨年購入して僕の中では一番ワクワクした買い物だったのがこちらですね。これはね、ナイキとサカイというですね、まあデザイナーズブランドがあるんですけども、そのコラボレーションのスニーカーになっています。まあちょっとですね、なかなか遠目ではわかりづらいんですが、まあ本当にシンプルな作りになってまして、ブラックのアッパーに対して白のソールがついているという形になっています。ナイキとサカイのスニーカーのコラボレーションっていうのは結構定番的で、スニーカーファンがですね、こぞって買うモデルで、抽選が当たるのがですね、なかなか難しいアイテムなんですね。僕も過去に何度もですね、応募してるんですけども、抽選で当たったことは一度もなくてですね、こちらは、スニーカーダンクというサイトがあるんですが、そこで購入をしました。まあ、僕はですね、スニーカーダンクで買うのはこれ初めてだったんですけども、いわゆるプレネといって、ちょっと高かったんですね。確か3万円ぐらいだったと思うんですね。定価よりはちょっと高いんですが、なかなかレアというところで、まあそういったプレネでも仕事で履くのであればいいかなという形でこちらを購入しました。まあサカイとナイキのスニーカーの中では多分これ一番シンプルじゃないかなと思います。もっとですね、攻めたデザインのものが圧倒的に多いので、そういったものには僕自身は全然興味がなくて、なかなかですね、ファッションの中で足元だけが浮いてしまうので、それもまた醍醐味ではあるんですけども、僕個人としては趣味嗜好があまり合わないんですね。ただこのですね、ブラックベースのサカイに関してはかなりシンプルなので、僕自身はめちゃくちゃ気に入っています。まあ、スラックスと合わせることが圧倒的に多いんですが、まあ、特徴としてはこのナイキのロゴがですね、二重になっているところ、このあたりがですね、なかなか洒落てるかなというふうに思っています。あとはかかとですね、このかかとの部分がちょっと反り出てるような感じ、こういったちょっとしたデザインの違いなんかもなかなかかっこいいモデルかなというふうに思っています。これなかなかデザイン的にはシンプルで使いやすくていいんですけども、意外と履いてるとですね、声かけられることが多いんですね。まあ、店員さんにサカイとナイキのコラボですねって言ってもらうことも多くて、ちょっとしたことではあるんですが、そういったところも気分が上がる要因としては、まあ楽しめるポイントかなというふうに思っています。まあ、基本的には仕事に関しては最近はこの2足を履くようにしてるんですが、このあたりもですね、長く履いていてちょっと飽きてきたかなと思っていたら、普段履きに落としてまた新しい仕事用のスニーカーを買うという形でサイクルを回すようにしています。ということで今回ですね、僕の私物のスニーカーを全部で8点ですね、ご紹介させていただきました。結構ですね、この1年で買ったものも多くて、なかなかですね、スニーカーのバリエーションもたくさん揃ってきたかなというふうに思っています。安いものから高いものまでありますが、結構ですね、皆さんにもご紹介して使いやすいものもあったのかなというふうに思っています。まあ、先ほどもお伝えしましたが、基本的に僕のスニーカーというのは、こう遠目で見てみてもモノトーンですね。本当にね、カラーリングとしてはシンプルかなと思います。白だとか、ライトグレーだとか、グレーだとか、ブラックということで、着こなしの中にはすごく馴染みやすいものが多いんですね。その中でも、ちょっとしたアクセントだとか、レトロ感だとか、近未来感だとか、あとはコラボレーションだとか、そういったところでスニーカーというものを楽しむようにしています。まあ、このようなスニーカーの楽しみ方もあるので、ぜひよかったら皆さんも参考にしていただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてベーシックで使いやすいアイテムを紹介しつつ、僕の私物もですね、時々ご紹介したいなと思っています。まあ、今回のような結構マニアックなものに関しましては、普段はですね、僕のメンバーシップでどんどんお出ししていまして、最近はですね、なんと週4ぐらいのペースで配信をしています。
もう最近はメンバーシップ編集もせずにそのままお出しするようにしてまして、撮ってすぐ出すみたいな形にしてまして、結構熱い内容になっているので、気になる方はぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。